どうも星野のりくと野心です。よいしょ。今日はですね、はい、皆さんに集まってもらったのは、いや、映ってはないんですけど、はいろいろあったじゃないですか。はい、まあ、そういうのをね、楽しんでたのちょっとご飯食べながら、そう、まあ、ゆっくりね、まあ、ちょっと外とかだとさ、ちょっとまあ受け狙ったりとかするじゃないですか。いやいや、言っていい先に、俺ですか。アウェーすぎん、俺ホームやん、君たちに。何がですか。いや、何がじゃないやろ。まあ、でもね、まあ、せっかくなんでね、今日はこちら、はい、スペシャルバナナ鍋ということで、ね、入ってね、助けたためにバナナの鍋を、ちいぎゅうさんがね、作ってくれたんで、あまりこう、あれなんで、あの大声だけは、まあまあまあ、気をつけていただいて、じゃあそれでは始めたいなと思います。はい、一応乾杯はね、え、今年も。お疲れ様でした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 。じゃあ据えてねえ。これカボスあんだけどね、すげえ。そこ初めて最初そこに入れようかな。いや、いろいろありましたね、今年もね。ありましたね。いや、本当に一番でかかったといえばあれですよね、あれですよね。いや、出るやろパッと。いや、大賛成。そうそうそう、それです、それです。あ、食べてくださ。ママロイ。いや、じゃあこういう時って、これ喋りがメインと思うんですけど。え、そうですね。でも一回早ない、マロニー。一口いかないと。一口目マロニーなんや。本当にね、やっぱこう今までたくさん動画頑張ってきたじゃないですか。はい、やってきました。まさか、ここ二人が残るとはね。誰も絶対俺やん、先が。だよね。少なからず俺はね、多分そのいなくなるような感じはしないはずだからさ。確かに。これ食べな。うん、ネギは？ネギも。ネギも。準備いいな。結果幼馴染二人やもんな。まあ、だからまあせっかくなんでね、今後どうしていくかとかね、ちょっと。まあ YouTube もそうやけどね、仕事もどうしていくかとかをね、ちょっと聞きたいなっていうかね。あ、俺に逆に？うん、やっぱ社長でありみたいなね。一流ホストプレイヤーでありやけど。まあ大輝さんがいなくなったじゃないですか。はい、まあ、だから他の店舗とかね、はい、まあ、見なきゃいけないかなってことで、おお、なるほど、まあ、より一層ね、うん、フィリアで頑張っていこうかな。より一層ってじゃあでもリアルに増えるやん、そのフィリプラとかちょっと実験しようかなみたいなは思ってますけど、まあ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 、顔出すだけでね全然変わると思うんで、やっぱりこんな感じだよね。こういう感じってことだよね。食べなさいって、うん、食いづらいじゃん、先輩が来ないと。いろんなグループの店舗に顔を出す。いや、そうそう、そういうのをそろそろやっていこうかなと。ああ、そろそろやな。もともと行ってたじゃないですか、1年間ファンシーにみんなが遊んでバーベキューとかしてる時に、俺は出勤者働いて1年間もね、毎月24連勤して、そしたらね、徐々に徐々に上の人間が来なくなってから、もうなんで俺だけやっとんのに、出るかボケっつって出なくなったんですよ。うん、まあ、ジャスティンが悪いわけとかじゃないんですけど、一回、まあ、それ大人になってね、うん、せっかくだからね、まあ、大輝の穴埋めを俺らが6-4でやっていけばいいかなって。今10-0でやってるから、それが6-4になるってことやろ。まあ、俺一応プレイヤーの分が1あるから、じゃあビノにも行くってことね。そうそうそう、あ、それはもう従業員喜ぶよ。うんうん、しかもちゃんと動画で残してるから、うん、あ、でもそれは本当にそのネタとかじゃなくて、うん、本当にそれはちょっと来年からもう、いやいや、もうちょっとっていうか、もう普通に出る、うん、あのあれ、出勤とかじゃなくてね、うんうん、いや、もう出勤ではないから、うん、そもそも、まあ、社長やからね、まあまあ、出勤はちょっとね、うん、ちょっとそのお客さん呼んでどうするとかこうのは難しいからさ、うん、ちなみにその来年、うん、売上とかどういう売上って自分の売上ですか。自分の売上全然、まあ、普通に2とか3とか普通に。火ついてるの。よりプレイヤーもこうやっぱ2020年は全力で、もちろん、あ、なるほど、うん、こういう時に頑張んないといつ頑張んのって思ってるから、もともと頑張ってた我々はそれが手法じゃない、うん、じゃあより一層頑張らなきゃいけないと思うんですよ。ああ、うん、まあ、いろいろあるからね、うん、だから、うん、まあ、その売り上げ一つにしても出勤帯他の店のあれとかにしても、うん、まあ、より一層強めていくべきじゃないのかなと思ってるよ。いや、素晴らしいです。それは、うん、それは素晴らしいです。もっと動画に残せるぐらいカットできる。できます。でも本当にそれは思ってる。一応プレイヤーやから。うん、そこがね、ちょっと肝じゃない。肝な、うん、じゃない。だからその、いい感じにできるように、やっぱより一層成長していきたいなっていう、プラス、うん、まあ、動画ももっと撮りたいなと思ってる、俺は。
YouTube のね。うん。ってことはそのフィノとかフィリプレに顔を出すってことは、そっちの従業員もたまにはこう出たりするってこと、うん、それはそのジャスティンさんが言ってくれれば。急にさん付け。まあそれは俺らが決めることじゃなくて2人で決めてこい。いやいや、そうそうそう、こう、あいつ出してやろうよとか、あいつ出すと面白いんじゃないのとかいうのがもしあれば、うん、一回考えて、うん、で出す。なるほど。お前は、まあ、間違えた、てめえは、うん、間違えてねえよ、うん、意味一緒やから。てめえはどういうふうな仕事の意気込みでやんのっていう。2024年はね、マジゆっくりしたい。もう頑張ってきたしね。いや、仕事はするけどね、するけど、こう例えばお酒をほぼすこ飲んだりとか、特に2023年はこうガンかもみたいなのがあったりしたから、余計にね、体が心配やからっていうので、まあちょっと控えるかもね、お酒は。それに関してはちょっと文句あるわ。あ、文句、うん、仕事後にバカすか飲んでるのを仕事って言わないでほしいね。21歳とか20歳の子たちはやっぱさ、まあまあ、こう元気やからさ、まあまあ、飲みたいっすってなるから、うんね、それでこう、まあ一応付き合ってとかね、うんうん、ガスに付き合いからね、相談もちょっと受けつつ、うんうん、っていう。大輝と二人で飲んでたりしてたから、うん、あれはないんだよ。で、なんか飲みすぎたから酒控えようって。こっちは仕事でしかお酒飲んでませんけど。いやいや、だけど、うん、延長になるんですよ、仕事中こういっぱい飲んでちょっと酔うとさ、こう、まあまあ、ちょっと物足りねえなみたいになったりもあるからね。あ、だからそうでしょ、うん、楽しんでるやん。せっかくやるんやったら楽しむ、それ。まあ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 、まあ、でもね、もうそろそろ、まあ、ジャスティンとかはちょっと自由にもうちょっとしていいんじゃないかなとは思うけどね、俺は。うん、こちら別よ、こちら別。うん、なんで2回言った。、うん、めっちゃ大事やん。俺とジャスティンはまたちょっと違った方面で苦労してるもんね。うん、でもフィリプラ、フィノとか、うん、ファンシーに出るってことは、うん、社員旅行とかも、うん、ね、うんうん、こう行ってこう、うんうん、ね、うんうん。んいや、うんうんじゃなくて、いや、うんうん。で、従業員それだけで喜べる、こう、うんうん、社長来てくれたみたいな、うんうんうん、旅行にとか。なるほどね。いやいや、汲み取れるよ、すぐに。で、なるほどね、でこう社員旅行だからこそ社長と飲みたいみたいな人も出てくるわけ。うんうんうん、うん、そう。そういう時に、あ、そうやなって思う、いつも頑張ってるからなって、じゃあたまには飲もうかみたいな。うん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 。これお金渡すよ。え、一緒にこう交えてこう酒でこうっていうのがやっぱこうなんていうの、うん、いや、お酒でしか仲良くならない関係いらないのよ。いや、ありつつありつつみたいなこともあるんじゃないの、まあね、うんうんうん。下手やん、下手やん、ね、逃げ方。なるほどね。旅行はさ、お客さんが頑張ってるんで遊び行くのどうかと思ってるから、それはプレイヤー上がってから、本当に思ってるから、うん、プレイヤー上がってからやったら全然行くけど、特に俺なんてさ、そのアフターとか行かないからさ、うん、なんでいつも飲みにも行かないのに、そういう時になんか遊んでんのってあんまり思われたくなくて。1、2杯ぐらいはまあ。あ、1、2杯は全然いいよ。でもそれ別に営業後飲んだらいいし。あの、裏とかで普通に食べます。ジャスティンは、こう、飲み連れてってあげようっていうスタイルじゃない。俺は飲みに連れてってもらいたいと思えるようにしてこいっていう感じだから、あ、それも仕事のうちの一つだと思ってるから、そこで二人とも甘やかしてもしょうがないからさ、アメとムチ的な、うん、そうそうそう、それでも本当に思ってるから、だからジャスティンにはアメの面でお世話になってるなっていつも思ってる。上層部やん。ジャスティンがちょっと俺しんどいよ、ちょっと言ってくれんとかやったら全然行くよ、言ってくれれば。飛行機代とかかからんわけやんな。まあまあ、経費というかね、あ、いろいろあるんですよ。狭いっすよ、でも席。いや、そこはちゃんとそれにしてもらうよ、ちゃんと。プレミアムで。ね、これ何？ガツンと行きたい人用のニンニクコチュジャン。いや、ニンニクコチュジャン入れる。言ってないよ、俺ガツンと行きたいって。ちょっと何があったっていうとね、こう、うん、いろいろありすぎたりとか。あったよ、いっぱい。お汁の投稿頻度も減ったしな、2023年は。うん、本当に、うん、ね、うん、だけどよく離れてないなと思うんだよ。見てくれてる、このあなた、ありがとうね。投稿頻度についてはどうしていきましょうかね。さっき COD してた。え、この話をしてるのにマロにすすってたよ。他にもやる人見つけるしかないんじゃないか。いや、来るよ、そりゃ。ここ大事なポイントやから、編集どれぐらいやるかがかかってるよな、今。うん、あとは、まあ、その2000、今年あった中でいろいろ、まあ、いろんな思いがあって、なんか考え方とかいっぱいいろいろ変わったりとかね、大人になるから、うん、結婚とかしようかな。まあそれは結構言ってるからね、その40までとか。でも3年しかないから。
ダスティンももう結婚考えるか。一個下。前から言ってるよね、結婚はしたいとか。で、焦る、もう。なんで何も焦らんちゅうけど、結婚焦るって何だよ、無理焦って結婚にどこに幸せがあるの。違う違う、だって今、例えば子供できたとしたら、うん、今から子供できるやん。子供が二十歳になったら、二十歳の時何歳なの、うん、俺も思う、それは50何か57ってなるけんさ、でそういうのも考えてとか、で40で生まれたってなったらもうマジな還暦やん。嫁さん側ってか奥さん側はね、うん、こう若ければねいいと思うけど、でもさ、その今夜食じゃん一応、うん、それに関しては自分の中では問題ない、その子供を作るとかになって、いやいや、それはもう仕事やから、うん、そういうことになったらもうその家庭のその光熱費を稼がないとね、全部、そうそうそう、でだからそのより安定を求めるじゃないけど、夜食のまま結婚するのはみたいなイメージがあるけど、どうもね、貯蓄はあるからね、そのあ、じゃあいろいろ将来的なことを考えてとか、いくらやったっけ、15万やったっけ今結構たまったっつってたもんね。え、結婚もしなるってなったら出し物やるよ。やんな、あとさ、なんで式の話になってるの。え、式やんないの男って、そういうもんや、あしたくないっていう、まあ、じゃあ俺あれやるよ。何、ナコードご着席ご紹介にお預かりました、コージ君の友達、リクト、これからはリクンで交換したいと思います、自分の名前のこと言わないのよ、コーちゃん、コーちゃん、なんで呼んだことねえし、ナコードじゃねえし、しかも、まあ、子供のことを考えると確かにまあ焦った方がいいかもしれないね、それはもうホストしてきた自分が悪いよね。そんなことはないと思うよ、ホストは。それは誇れる仕事やから。いや、結婚に関してはあまりおすすめできないでしょ。そうなの、うん、そんなことないと思うけどな。仕事してない人でも結婚したりとかあるけどね。誰が紹介できるの、ホストと結婚したってね。それでも胸張れるぐらいちゃんと稼いだり仕事してたりとか、内容を言えるっていうのが大事や。そういうのを覆したいよね、言ったら、逆に言えば。でも、ジャスの子供で女の子とかやったら普通にシャネルとか買うよ。確かに普通かな、うん、バトラス、うん、分からんか、欲しいやもんな、うん、気使うわ、時間もらったら事業さんが行きづらいこんだけ金持ちの親なんてなるやろ。逆に自分の子供やったらそういう風にするってこと、欲しいなら言うかまんま小学生がまんまパパエルメスいいよ子供に金使うんで誰に金使うの、確かに教育的なって話、いやし、うん、まとめに育てられたらまとめに育つんですか、いいえ、違います。まあ、でそんぐらいこう余裕があってそういうことができるやったらいいと思う、だとしたらね、自分がちょっと苦労してそれを見栄で張るみたいなのは良くない、それがないんやったら全然いいと思う、え、これ将来についてのどこやったっけ。いや、そういうことじゃない、2023年、じゃあただ2023年はもうそういうことばっか考えたもん、本当に、一回も言われてないいや自分の中でとかね、そう考えたりとか、そう、じゃあそこでガンかもってなったらマジ相当でかかったね。そうだ、そうだから焦るよ、それは。俺のラスティンやしな。え、うん、そんなことよりね、はい、あったから、あったよあったよ、まだ終わってねえやん、いろいろあったから、あったよ、本当に聞いてないから、うん、何を今、水着グループ、ああ、いや本当に聞くってことね、今から、はい、なんだろう、うん、4店舗あるんですよ。あ、4店舗フィナル、ファンシー、フィリア、うん、フィリアプラス、うん、で来年、うん、新しい店舗できるんですよ、うん、ポルテという、これ言っていいんですかね、へー、ポルテおいえハテ、ハテポルテじゃないの、一応お話が来たと思うんですけど、最近、こと、え、聞いてないの、聞いてないよ、俺ドーバーに言っといてつないけどね、ジャスティン、で、あいつからは、ふわっとだけ聞いた、ふわっとね、ただお互いの話した張本人からは聞いてない、あ、まあ5店舗目をね、はい、あの、まあ、トーシーって言うんですけど、はい、と大輝とオーナーでやるからリクトは入ってくんなと、入ってくんなと言ってないと思うんですけど、まあ、リクトはまあ今回は、はい、でそこでまあ僕は言ったわけですよ、はい、え、なんでず俺を省くのと、そしたらですね、大輝とかのね立場を社長にしたいから、まあ前で見分かんないじゃん、社長だし俺、いや立場の役職をいっぱい増やしたいから、まあ別にやってもいいけど、俺も入ればよくないと、そしたら入れないのはっていうことね、そしたら、いやその3人でやるってもう決めたから、もう決まってたからね全部、この件に関してはまあもういっぱい話したしね、まあまあまあいいですと、もう別に俺は関わってないで、まあ、結局大輝いなくなったじゃないですか、いなくなりましたね、でジャスとかドンファンが、まあ、オーナーに
あのリクト入れるように言いなよみたいな感じでドンファンが言ってるんです、オーナーにね、はい、で俺もオーナーから言われるんじゃないかなと思ってて、まあ、2ヶ月ぐらい経って、うん、で、この前ちょうど、はい、まあ、1週間ぐらい前やったかな、うん、リクトちょっと来て、どうですかって言ったら、誰が入るのそれで、てか俺はいや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 って言いました。で一回考えさせてくださいって言って、はい、俺はもうどんな形であれ一応オーナーだから、まあ、一応ずっとついてきたし、まあ、揉めたけど、まあ、オーナーなりの考えがあるってジャスティンから言われて、うん、そうかと、まあ、最終的にはジャスティンの言葉で納得してたんですよ。でも一回俺は半年ぐらいそれで傷ついてるから、九州男児寄りの考えだから仲間を大事にする、裏切られた気分じゃないけどね、まあまあまあ、裏切ってるつもりはないと思うけど、うん、裏切られた気分気持ちやったっていうことやな。で、あの時はそういう風にして申し訳なかったって言われたら、俺は全然やろうと思う、いやいやいや俺は全然それもハッシーに相談してたし、あのだったらもう言うこと決めてたよ、うん、じゃあハッシーも一緒にちょっと行っていいですかって、うん、でハッシーもそれは相談してて、でもその後にそうやって言われたから、ちょっとハッシーまた相談して、うん、ちょっとごめんけど断っていいっていう感じで、うんうんうん、あのいつまでたら文句言うよ、うん、自分がさそんなしたくせ大義いなくなってさとか言わずに、うん、まあ、自分を選んでほしかったです、うん、今回はちょっときっぱりお断りさせてくださいっていう、あ、その丁重にというか、まあ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 、発信も分かると思うけどさ、うん、俺もそうやけどさ、この人がどういう言い方どういうタイミングどういう空気でっていうのはまずや、うん、ちゃんと言わんとよって、うん、リハーサルまでしたわってんねそうなんだ、うん、え、俺思ったのは、なんで二人っきりで話したの、絶対ジャスとか言った方が良かったのよ。さっきも言ったけど、これはもう過ぎたことはしょうがないじゃん。いやいや、過ぎてね、過ぎてね、いや、まだまだその全然今衝撃仰天ニュースこれ今。あの人もクレイジーやから、本質は違うのよ。もちろんその照れ隠しでっていうのも伝わってる、うんうん、でもそれを込みでも九州、同じ九州男児として男なら一旦傷つけてるところを謝るべきだと俺は思ったし、実際に未だにその入れないってことは納得してないし、やっぱり利益を出してる分その利益で新しい店舗って出るんじゃないのって俺はやっぱ思ってるし、特にその利益をもらう側になってからより思うし、俺は最初から嫌だって思ってたんだけど、そのまあ断れないじゃん、だって俺オーナーについてきてんだから、まあシーズン1っていうかこの話はそう、シーズン2がいきなり変わるから、例えば来年お店ができてからでもあるからね、そう、いや、あの人の考え的思考と多分違うのよね。あの人はなんかこう、どんどんこうプッシュアップしたいっていうか、その俺はそれが今年一番でかかったね。だから俺はその自分が成長したいなら聞いてそれを 100% の力でやれって教わったから、それをやるように実行した。東京に来てから24の時、それ自分はやらないんだって思って、なんかねムカつくじゃなくて悲しいのよね、ショックというかね。聞いてくれて全然嬉しいし、全然あれじゃん、持ちつ持たれつでやってきたわけで、なのにあそういう時にはあの自分でやろうと思って、そういうなんか大輝とかとやる時も俺は話に入れないんだって悲しい思いをしてた上で、さらにこうストレート食らったから、俺もやっぱりそのテンプシーロールとかちゃんと覚えておけばよかったなっていうのはそれ防御じゃないやろ、言ってくれてありがとう水木グループに、いやいやジャスから、ジャスから、いやいや代弁、代弁する代わりに、本人じゃないけど、お前も言ってくれてる側やから、だから来年もお願いしますいや今後ともジャスティンは板挟みやから、まあ、ジャスティンはマジ一番板挟み、本当板挟み、それもジャスティンからまだ言ってもらわないとね。俺ら考えたらね、こうしたらいいんじゃないかなみたいな、身体のこと結構話してる、そうだよ、そう、いやし、むしろもうハッシーも使おうかなって思ってたぐらいか、俺、いや、俺もそう、俺らもその考え、俺はハッシーにも許可をもらって、そうだけどお金くれるならファンシーとかにも出るよとかもハッシーも言ってたりしてから、あ、めっちゃいいやんと思って、めっちゃ助かると思ったけどいや、でもそんぐらいじゃ一応考えてくれてるっていうのも知ってるからさ、こうね、あ、ありがたいなと思うし、本当にお願いします、今後ともえ来年とは言わずにね、ありがとうございます本当にもう様々です、本当に、いやいやいやなんか、いやいや、こちらこちらこそ、あとこの動画をこう通してさ、うん、あの看板の話だけちょっといいかな、あ、いやいや、来年1月6日ぐらいかな、ホスト看板があり、うちのグループの看板あるんやけど、年間1が何でも決めていいやつ、そうそうそう、変わるんやけどさ、おお、うん、先に全歌舞伎町グループの偉い人とかに言っといて、うん、これはエンタメですね、え、なんて言葉入れるんだっけ、売りかけできないねー
あ、でも変わりました。変わったよね。変わったよね。変わったよね。やめようね。言い回しが変わったっけ。売りかけやめました。あ、一緒やないか。やめました。だからか、なんかね、オーナーが、ね、次はいつ変えるのってえらい突っ込んでそうよ、だけ。俺はそれでもう1年行こうかなって思ってた。いやいや、本当にね、言われたんやろ。なんか、その8倍言われたから。1月にできるみたいやけど、そのいつ帰るの2月3月みたいに言われて、いやまだ考えてないっすみたいなこと、うん、じゃあオーナーとしては他のグループとも仲いいや、オーナーとかね。え、でもちゃんとオーナーに直接 LINE で聞いてよ、この言葉どうですか、この言葉どうですか、うん、だいぶ修正したよ、こっちが入ってんだよ、お前だったんだ、そこにもお前だったんだ。いやだからちょっとこれそういう意味じゃないですよって、こうエンタメとしてっていうね、それだけはもうちょっと皆さん本当にあの今グループの方見てるかもしれないですけど、本当にそれはもうエンタメなんで、エンタメで、はい、本当にあの1、2ヶ月で変えさせていただいて、まあ見てないと思うよ、お偉いさん、これ。いやいや、誰か宣伝するよ、多分皆さん本当に見てるホストの人本当にあのお偉い人に伝えておいてください。エンタメです、看板はエンタメです、エンタメです、はい、それだけ本当にお願いします。でもその目立った方がいいかなって。いやいや、それは目立つよ、それは、うん、むしろいいなって思うかもしれない、うん、あ、やっぱり分かってんなみたいな。やめました、やめました、やめましたよ、はい、じゃあマリモさん、あ、マリモからは俺が言って、おい、今ちゃんと言ってたよ、ね、なんで言い直したの。強がった方がいいかなだけどそこだけ、本当に、うん、これだけはなんかすげえ心配してたから、本人がもっと心配するとこあるやろ。いやいや、おい、もうやめよ、その話は。いや、本当に大気ね、さすがにそろそろあの最初は、よかった、大気ゆっくりできるならね、みたいなね、うん、最近ちょっと、やっぱいないのやばいなってでかすぎたね。うん、まあ、うん、結構 LINE 来るよね、これ。寂しいよね。言っていいか分からんないけど、うん、トトゥー入れるらしい、ね、犬とかやろ、せめてね。とかいや、太陽。ああ、シャッハ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 ッ笑い方は。いや、アーロンやん。あとさ、そのなんか配信で言ったやん、その大輝はもう完全にみたいな。言った。やろ？俺、知らないんよね。大輝が言っていいよって。いや、知らないんよ。オーナーから聞いた。いやいや、じゃあ俺、あのね、お店に来てる人に言われたやん。え、大輝くんってもう完全にもうやめたんだみたいな。え、あの日だよ。給料計算した日。え、そうなんみたいな。その時話したやん。だってもったいなくない、普通にって言ったよ、俺も。やろ、うん、それでもな、うん、完全に全然真剣な話できてねえよ、俺、あいつとでも一旦完全に、いや、一旦よ、そう、いや、そういう風に言ってる、俺は。まあ、あの、車乗ってるとするやんか、うん、で、一回その、じゃ違う高い高級車にしようとかって乗り換えるやん、うん、で、また戻す感じ、うん、うん、戻さんよね、うん、いやいや、分からんよ、それ、うん、もう一回買うとして、もう一回買う、いや燃費がいいかもしれない、またちょっと違う色違いとかですね、せめて。ただ別にさ、戻ってきたとってさ、ホストじゃないけどさ、まあ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 、プロデューサーっていう、いや、そのだから一旦ね、考えたくないとかじゃなくて、もう今はやろ、いや、うん、いや、それは俺らの勝手な考えや、今はって思った方が俺も楽だし、いや、だって将来もあるよって言った、俺も言ったし、うん、そしたらもいいや、なんかその違うこと考えるとは言ってたけど、どうなんや、まあ、考えた結果戻ってくるかもしれないけど、うん、もちろんそれはまあ分からんけど、留学の時とはもう全く違う、全然違う、留学の話もしていいのかどうか、あ、言っていいの、言っていいの、2月から留学に行く、あ、留学ね、イギリスやろ、うん、うん、めっちゃちゃんと話してんな、あ、まあ、俺うんこの話とかやなうんことか、俺筋トレしんだとかだけで、俺も直接とかじゃないよ、全部人から聞いたりとかも多いけど、でも半年後に帰ってくるらしいから、2月行って、うんうんうん、1回帰ってきて、うんうん、みたいな、あといつでも家来ていいとか言ってたから、うん、俺も、うん、なんかそのいつでも来てくださいって言ったから、お前が来いやの、こうで打つのやめて、あ、うん、お前が来い、違う、間違えた、危なすぎ、危なすぎ、いつものキャラやったみたいなそれはそれでいいやろ、別に一応まあそのね、メンタル的なことも心配してね、いやー、荒れたなー、いっぱいあって本当に、いや俺もほんと今年はもうアルティメット大作家って言ってるよ、自分で本当に俺らが思ってない以上に裏で感じるよ、いやいやいや、やばい、もう全てですもん、バサン、なんだお前それ何、いやもう海賊ないのよ、普通に殴るとか、あ、何の漫画やってきてる、まあでもこうやってこう動画撮れるまでになったってことやからさ、まあまあそうだ、ね、まあ、だとしたらまあよかったって言ったらおかしいけどね、まあ、まあ、一旦やめたけどとりあえず戻ってくるかもしれない、うん、可能性もないこともないよねっていう、ややこしいなっていう、まあまあ戻ってくるのは欲してるからじゃない、ホストより YouTube が一番嫌だって言ってたあ、でもこれは言ってたよ、うん、俺 YouTube やるから、あ、そう、あ、言って、あ、その個人の、うん、ラップやろ、見てねみたいな言ってた、でもめっちゃバット押す伸びないよ、伸びないよ、
伸びるとね、帰ってこないから。確かに。とりあえず今はいろいろこう、明るい未来を 見据えてるって感じやから、ね、やるとかやらんとかじゃなくて、これもいいな、あれもいいなって時期やんな。まだ若いしね。そうですね。まあでもやっぱ、俺もお前もこういう時ほど頑張ろうやから、うまくいくんやろうとは思うよ。うん。うん、やるしかないからね。あと当たり前と思ってるからね、この普通っていうかそのやらないといけないなみたいな、そうだね、うん、だけどいいんじゃないかなと思って、まあじゃあまあ俺からで、はい、ちょっと来年はちょっとゆっくり休む時間も作ってくださいね。いやいや、それ今作ってるよ、それ大臣めっちゃ言われたから休めって週休2日にするとか、うん、もう最初から決めてしまってね、うん、この日は行かなきゃいけないとかになっちゃうから、じゃないと俺も1000万切ったら週休2日にしようと思ってて、一応そういうのは考えてる。休みの日をちょっと他の店舗見るとかもしない。もしきっぱりとオフね、オフグループライン見るとね、なるよね。ああ、何が、あ、大丈夫かな。何のグループライン？お店のいろんな店舗の、ああ、で行かなきゃってやろ。いや大丈夫かなってなるから、ほらお前ばっかり頑張ってもしょうがないから。いやいや、そんなみんなこうやってる。誰ですか、バランスみんなってどういうこと。ハボクのに、具体的にハボクのに、ちょっと一回俺も俺なりに今動画のネタでこうやって話しちゃったけど、ちょっともう一回オーナーに払って話そうかなと思ってたから、ジャスティンがいてよかったね。はい、よかったよかった、本当にね、思いたくないよ俺も。うん、俺いてよかったなって、まあまあね、まあ、まあ、うん、自分で思ってもね、あれやし、うん、だけど 30% ぐらいはマジでガンでいいんじゃないかなと思ってでそれで俺いなくなったどうなるんだろうって見たい、上から見えない部分でね、があるけどね、俺らもね、そうダスティンの。で、あと、ってのは何だあれ、ちょっとなんで知ってるまあ、ちょっといろんな、ほらもう、垂れ込みがあるからこれ嫌い、俺もう、この仕組み一応意図があったんじゃない、あ、一応その、おかしいですよねだけ分かってくれれば、あ、別にだからなんとかは言ってない、本当に言ってないよ、そこだけちゃんと頼むって言ってないと俺マジで起こすからね起こすから、俺マジでこれ今言ったからね起こす、これをマジでこのまま話が進んだ場合、起こす、今は言わない、何も起こさない、今起こす、ちじじ、板が強いってギチギチマジで俺シャイニングできない、俺関係ないから、マジで先にジャスティンに謝っとくから、なんかランが起こる、ラン起こる、2024ランジャスティンにも迷惑かかると思うから、戦争やん、でも動画には出てもらえるこっちはこっちやから、ちょっと時でガンナル、ガンナルガンナルってもうじゃあなんで俺がショック受けないかんか意味わからんし、ね、ジャスティンが悪いわけじゃないけど、2024も楽しみやなすごいよ、ボーナスタイムないけど、じゃあちょっとアドバイスだけいいですか、まあ、せっかく、まあ、友達なんで、でもこれも今俺は思ってるんだけど、でも成功させたら俺は女大好きやな、それちょうど今日言ってるね、うん、これで成功させたらすごい、さすがって、いやいや本当に、だって俺、うん、5店舗目出ますよねって言われたら何それって言っても配信で、え、知らない、いやさすがにそれはああ欲しいねみたいな、不賛成、いや不賛成見たことないね賛成ないよ、いやー見応えあるね、2020年来年どうなるか気になるね、電動チャリって買ってくれる、はあ、ちょっとフィノまで遠いなみたいないやいやチャリいける、大丈夫、いけるじゃない、いや、チャリいけるじゃない、寒いよ、あ、いやそこじゃないよ、ちょっと遠いな、いやだとしたらフィリプラとファンシーめちゃくちゃ遠いぞマジで遠いな、マジダリーぜあれ遠いなあるの、そういうルートで行くときあるよ、あと恥ずかしいし、ちょっと酔っ払ってさ、顔赤くて、汗汗、歩くで、おっぱいどうですかとか言われるキャッチで、マジうるせえと思う、本当にマジで。そう考えるといっぱいあったね。いやあるよ。めちゃくちゃあるよ。しんどかったよね。いやまあまあでも。マスター行くときもきつかったし。いやいや。寝ずにさ。いや勘違いよ。勘違いでやってただけやろ。いやダイヤ2からやから。勘違いはダイヤ2からやから。2からやろ。2まで行ったもんな。今も。迷彩チャレンジとかきついし、それ COD やすぐ分かるぞやってたから俺、あと図鑑集めもきつかったです、図鑑ないドラクエ卵のやつやろ、そう6個のやつやろ、でもね、なんかいっぱいやってるじゃないですか俺、はい、マジで配信頑張ったから今年、いやいやそれはもうあのね、いやいやそれはもう、まあ裏方で、まあ、一番1位でいいよ
でも俺は表立って一番動いたよ。いや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 、別にそれは別に否定してないですよ、全然。省かれたけど、チャンネル登録はしてないですけど。でも俺は省かれたけどね。しろよ。何が、いやいやいや、なんか恥ずかしいし。お前マジでたまに切り抜き来るからあんま舐めてると俺お前の YouTube のスクショ持ってっからな。何スクショ？ジャスティンチャンネルの TV のやつ持ってっから。ジャスティン TV だ。晒してみんなに登録させるからな。いや、いいわ別に。音声ねえから誰にもバレたくないチャンネル。いやいや、バレたくないとかじゃない、別に上げてないし。配信とかやってなかったらもうちょいその水着グループとしてのこうイメージ的な印象とかもめっちゃ変わってたと思うから、そこだけはちょっとちゃんとやろうってことで。それはもう結構こっちにカメラに言っていいぐらいですよ。ありがとうございます。名前だな、ありがとうございます。わたぼこりさん知ってるやん。ジャスはジャスで好きなことやってくれたらいいと思うし、あれやれこれやればないよね、もう。うん、まあ最低限ね、こういろんな人からね言われないように言う側、言う立場やからね。ジャスジュニア育ててほしくない？いや無理よ。結構チャレンジしたけど。マスカとかってこと？事務所にいるやつな。めっちゃ感謝されるわお母さんに。そんなとこまで手出してるんやなって。まあまあまあ、でもさっきからちょいじってるけど、まあ、過去がだだ言ってもしょうがないけん、来年からどうしていくかはっきり決めてね。うん、うん、まあ高校生はまあしっかりしてるはしてるけど、まあその5店舗目に関してはちょっとまだふわっとしておくという感じで。まあまあまあ一回保留というかね。で、まあ、お前からのお願いで、他の店舗ももうちょっと顔出してほしいっていうことですよね。顔出すだけじゃ俺からのお願いも聞けるってことだよね。いやいや、その間も聞くんやん ね、 それね。俺は聞くし、うん、ジャスティンの。じゃあそれ聞くよ。柔道陣、すごいパートナーいるな。左腕、うん、左利きやからな。営業後にライブに出てくれるということ、ね、なんでやねん、いいってそれは。一緒にスパッチャー。いいって、センキューだわ。いい、俺ダンケシェンしか言わない。ジャスティンは俺に言うのに。違う、それ関係ないから。根拠を仕事。いやいや、うわ、水木グループのさ、イメージを良くしようと思ってる。いやいや、何の仕事と思ってた仕事だよね。俺はでも最初に言ったけど、ジャスティンが言うなら俺は動くし。いやいや、まあ、忙しいけどね、確かに。自分の仕事もあるし、配信も頑張ってるけど、ジャスティンが言うなら行くよ。じゃあジャスティンもね、俺が出勤した回数ライブに出てくるもらわないとね。なんなの、そんなネタない。もっと違う人、いやいやいや、出た方がいいやん。いやいやいや、どんなライブしてるかも知らないし。じゃあなんで出てほしい。ヘアバンドつけてるの。じゃあなんで俺フィノとかに出てほしいの。いや、それは従業員が。ああ、リスナーが喜ぶ。いや、もう分かってたよ。喜ばんやろ、あと。喜ぶよ、タモコには。喜びますよ。だとしたら2024年はね、うん、こう、そういう出れる機会があるかもしれないんでね。うん、まあ、もしかしたら。うん、はい、うん。もしかしたらなんで。はい、まあ、あれは一つですよね。みんな。星を良くしたいもそうやし、グループを良くしたい。はい。それだけですよね。あとそれぞれの人生もあるんで。もちろんね。やっぱり、はい。結婚したいなら結婚したいとかね。はい、いっぱいあると思うから。あと健康っすね。健康だけ、ね、本当 そこだけは本当にもういい年齢なんで。お前も生涯飲みいいぞ。ずっとお前が酒飲まんな。すごいな。俺らずっとこれで喋ってるの。すごいな。喋れるけど、一応絵的にさ、こうお酒飲んでた方がこう大人としてみたいなのあるよ。やったかいいと思うけど。やらないよね、お酒なんか。一応お酒、お酒。一応よ。甘酒。すげえやろ、生姜は。まあ、最近ちょいちょいは言ってるけども、まあ、星はもっと頑張っていこうもんね。もっと。ね、うん。いないから、変わっちまったなと思われないよね。もういい意味で変わろう。はい。うん、全然。たまにはお酒飲んでもいいんじゃない。ごめんな、俺。仕事が一つ大事だからさ。コンディション落とした状態でお客様に接客するのは最低料金2万3000円払わしてるんで悪いと思ってるから。長いね。いや、ずっと言ってた。長尺で。いや、でも、うん、一流やったら、まあ、ちょっとぐらいやったら飲みながらでもいけるんじゃないの、さすがに。まあ、いけるけど。いけちゃうんか。今度ね企画というかね、そう、うん、なんかあってもね、腹を割って話そう。名酒にしようかな。女子か。弱っ。ロックだよ。名酒飲めたんすか。名酒飲めるよ。てか飲めないものないよ。あ、そうか。まあ、いいんじゃないでしょうか。じゃあそうですね。ちょっとじゃあこれ見ながら、ね、今年もね、たくさんいっぱいあったということでですね、皆さん良いお年をと。ありがとうございます。今年もたくさん見ていただいたり、たくさん指使っていただいたり、スパジャンもねしてもらったと思うんですけども、本当に今年大変お世話になりました。来年からもねまた頑張っていくので応援よろしくお願いいたします。お願いします。今年はジャニーズカウントダウンはないよ。ないよ。あとジャニーズじゃないからもう。